こんにちは、東京凡人です。ここは勝田駅です。今日はひたちなか温泉きらり別邸に向かいます。きらりに関しては私も好きで大変お世話になっている店なんですけれども、ここだけは内包を渋ってました。理由は交通の便が悪いことです。バスがしかも1日何本の世界のバスなんですよね。で、歩くと Google で調べますと、徒歩35分の道のりになります。まあしかしいい機会ですので訪れることにしました。あ、この高台になってるとこ、大きい別邸ですね。到着です。駅から歩いて30分ですね。疲れました。そして、汗だくです。ミラノの里キラリ系らしく、館内の雰囲気作りは、安定してましたね。
特に浴室からの眺望は見事で、あれは売りにするだけの価値はあるんじゃないかと思います。これですね、勝田駅かなりやっぱり本数が少ないですね。1時間に1本あればいい方ではあるんですけども、タイミングが悪いとそれなりに待つことになるんじゃないかと思います。この市毛コミュニティセンターというところに近くにあるこのお菓子のこの菊池ですね、ここでちょっとお土産を購入したいと思います。